はい、続いてね、B 株になります。よいしょ。 B 株はあれどこだっけ、あ、こっちだ。これですね、中段ぐらいかな。はい、中段ぐらいで1本取ります。よいしょ。はい、これもかなり曲がっちゃってますけどね、別に食べる分には問題ないんでね。はい、はい、続いて下葉のかき揚げですね。よいしょ。はい、下葉をかき上げます。よっこいしょ。これ取りましょうかね。これは種子ですね。はい、雌花がついてませんのでこれ取っちゃいます。はい、あとこの下も取りましょう。これも雌花ついてませんので、はい、種子の本葉ですね。種子の本葉を2枚取りました。あ、この上も取っちゃおうかな。3枚取っちゃいましょう。今日は天気がいいんであまり関係ないですけどねはい、3枚、種子の本葉を3枚取りました。結構ね、これ3枚取るとかなりの面積になりますよね。よいしょ。はい、はい、3枚取りました。子づるはどうだろう、大丈夫かな。摘心しなくても大丈夫そうですね。急に農家はね、毎日この作業をやってます。給仕収穫しながらつる上げして、ピンチするまでつる上げしなくちゃならないんでね、つる上げをして葉っぱをかくと、それと摘心をするっていうのをね、同時進行でやってます。まあうちの場合はね、日本なんでね、のんびりやってますけど、こんなののんびりやってるとね、1000本、1日に1000本を2回ですからね、朝と夕方トータルするとね、2000本管理しなくてはならないんでね、こんなのんびりはやってられないです。はい、じゃあ朝のキュウリの収穫ですね。 A 株が2本かな、で B 株が1本。あ、収穫終了になります。お付き合いありがとうございました。はい、こんにちは、時の竹市農場です。今朝ね、鶏糞振ったんですが、ちょっと匂いがね匂いがきついんで、乾水してね、鶏糞溶かします。まあいくらか違うかなと思うんですけどね。で、動画中でも言いましたように、まあ一応発酵鶏糞なんですけど、その発酵の度合いはね、やはり各メーカーさん、要は養鶏場で若干温度差あるみたいです。で、これはね、結構水分高かったんだよね。なんか知らないけど、もうちょっとパサパサの鶏糞かなと思ってたんですけど、ちょっとなんていうの、しっとりした重い鶏糞だったんでね、まあそんなのもあるんかな。結構匂いきついんでね、これから乾水してね、とりあえず一回溶かしちゃいます。はい、その作業になります。
はい、溶けたようですね。で、多分途中までね、背景に鳥の声がね、聞こえてたと思うんですけど、うん、竹篠寺の住むところはね、それほど山あいではないんですが、そこそこ野鳥もいるみたいでね、はい、時々あ、先ほどのようにね、綺麗な声でさえずってくれます。はい、お付き合いありがとうございました。